あー、このライネル何色だこれ。白？前買った岩まといライネルって確か赤だったよね。そっ、うわー、体験かー。ブレワイの時はね、一番体験が強いって言われてたんだよな。暗闇の衣も、おお、これかっこいいね。いよいよなんか悪役みてえな見た目になったが。で、そこからの、正気直し飯からの、防御アップ飯からの回復飯、オッケー。まずはオッケーオッケー、3連か。多分今のあれ？ってかこいつあれじゃん、オーケー体験だ。オーケー体験武器持ってる。これはね、乗ってる時は耐久値がやらないから、この68で殴りにかける。相当やると思うけど。全然入ってねえじゃん。あれどこだっけ、頭。範囲が狭い、頭の。まあ、いや、一旦こんなもんで。え、修理が減った人とだった。ちょ、もうリーチなんだけど。来いよ、パリーするわ。さっきの来たらブレッシングか。パリー、パリー、パリーでヘッドショットを狙うが無理か。回転、うわっ、新技だこれ。体験ランネルの新技。あとこれやっぱ白だ。おはは、シドがガードしてる。パリー、うめえなこれ。あー、それ本当に得意なの。それ百発百中だろ。減らねえ、全然減らん。肩できんのがいいな。ガードしながら殴った方がいいわ。パリー、あ、ちょっと待ってね、周囲強くない？ちょっと周囲だけ性能おかしい気がする。だってヘッドショットバンバン飛んだよ。パリー、オッケー。で、攻撃力68の氷雪グリーホークエッジに変えて、じゃあこれって多分一番強いライネルだよね、攻撃力68って。攻撃力68じゃねえや、それは俺だわ、あの白ライネルって。なんだ今邪魔だ。あー、うまい。あんなに速いのに。やっぱ俺ってライネルのプロなんだな、はっきり分かったけど。今あとはこれ一緒取れれば完璧なんだけど。あー、取れた。ここか、覚えられちゃったね、1ね。じゃあこれゾナニウムの弓の方がいいか。ゾナニウム弓か、これ普通に。よいしょー。あー、氷雪グリーン、おお、どうしたどうした、余裕なんだけど。相手にならな、40あるかもな、ライネルは。し、白髪ライネルの才覚、多分これが一番強いライネルだと思うけど。ライネルの肝、落札ライデンの人格44、圧倒的だ。で、王家の体験も重心の意味32×3、王家の両手剣、これにじゃあつけるか、ふさわしいだろ、一番完成したか。ノーリスク攻撃力58、しかもラッシュ攻撃は強力っていう。うわー、武器かっけー。さあ、そしたら残りはゴロン族になったわけなんだけど、ちょっともやもやするから下の3つ埋めてから上行こうか。マップ海に入ろう。おお、ついにボスゴブリンも白くなった。あげる。さあさあさあ、いかほどだい。もう負ける気しないけどな。俺も最強になりつつある。どうした、あ、なんか角についてるものがむっちゃでかい。何してんだ。そんなことしてる余裕があるのか。弱っ、相手にならねえ。あ、30
27もあるわ。悔いの導き。はあ、なかなかおもろそうなのが出たんじゃん。あー、そういうことか。これ俺好きなやつだ。玉をさ、自分で玉が行くとこを決めて、あそこに導けってことだろ。ただ、ウルトラハンドそんな届く？あ、ギリ届くな。はい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 。これちょっと俺もうこの杭一個で勝負決めちゃっていい？あれ？ちゃんと近づいてたな。で、うん、これ一発で決めるのは普通に無理だな。まずここに刺しておこうか。あー、そういう感じか。で、それ届かないか。とりあえずこれ止めなきゃ話にならないな。グーグーで、これじゃ無理か。なんならこれもう一個必要だな。全然一個じゃ無理だわ。あれ、普通にだから届かないんですけど。じゃこれ抜いちゃえばいいのか。これがあるからいけん。届かんへんって。これこの時点で戻り子使えってこと？あ、いや、いけるんじゃない？スピード落ちてるから。はっ、そんなことある？この辺は勢いで来るだろ。オッケー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 、完璧完璧。で、あれ？なんか、板が取れちゃってる。なんで？なんでこんなうまくいかない？あー、これこっから直接行くのか。なんかおかしいと思った。届かねえと思った。え、つうかボール持てんじゃん。お前、俺に持たせちゃもう終わりだよ。こんなもんはね、あのルーレットもどき使う必要なんてない。ただここにくっつけて、で端っこ持つじゃん。で、グイーで、あ、そしたらこれ外せないのか。あー、じゃ、弾くっつけちゃダメか。いけるかな？弾、乗っけたままいける？これ。つけてちゃ無理なんだよな。あー、すごいこれ。え？なんかもう重力無視やん。いや、わかった。こうだ。これでボールが落ちないようにすればいい。よーし、やっちゃうよ。おいどん。やっちゃうよ、こうやって。もう滑らして、滑らして。ほらほら、いっちゃうよ、これ。いっちゃうよ、これ。はい、こうなんだよ。こんなん使う必要ないんだから。トコ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 。縦に横に。また玉入れか。あー、なるほどねー。こうか。はー、こいつは面白くなりそうだ。入った。次だ。ぼっボックスが一個のみか。あー、これなんだ。一旦やってみるか。おい、邪魔だよ。多分足りないんだろうな、パワーが。ちょっと、オッケーオッケー。あー、なるほど。お前一人の力じゃ無理だよと。いいだろう。そこまで言うなら借りようか、お前の勢い。これおそらく戻れ子使っておいて、で、ん？タイミング合ってねえか。こうで、
置いても無理だな、この方法じゃ。あ、これつくじゃなんだ。そりゃそうか、弾が他のものとひっつくんじゃ他のやつもひっつくよな。で、こうか。おお、面白いけど簡単すぎるな。もっとやばいやつ来てくれ。はい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 、なるほど。あー、そこそこ難しそうか、これこうかな。この端っこの力で押すっていう。硬すぎー、面白いけど硬すぎー。おー、なるほど。これでトロッコが来て、まだここからか、始まりは。よいしょ。よいしょってか、俺。あー、なるほど。宝箱取るのがちょいむずか。あれつけなきゃいけねえな、板。こうかな。これ変な感じになっちゃうかな。あ、ちょっとガタガタになっちゃうね。そもそも俺がトロッコに乗れないんだけど。あ、え、まあ、無理やり俺は登るとして、これが走るのかどうかすげえ問題だな。てか、どうやって走らせよう。あー、ん、あー、わかった。トロッコもこれあれか、押すんだ、板で。きっとこういうことだね。ただこれで宝箱取れるのかどうかが不安だけど。おいしょー、オッケー。あ、間違えた、ウルトラハンドル取るのはやべえ、最悪。いらねえ。さあ、これで3匹目だ。引きじゃねえな、3人目だ。スネ当てとか異次元悪霊の兜とか強化できないわ。まあ初期値が高いからってことなんだろうな。まあ強化すんならここら辺の神獣兵装か。エレキガードとサムサガードって絶対腐んないからな。あれ？かっこいい！誰かの墓か？ちょっとこれ、もらうぞ。わー！闘技場だ！ここあれなんだよな。
ブレワイのマスターモールドだと、なんか、キンライネル確定脇みたいな。そういうやつだったはず。雷か。もう俺、キンググリオーク倒してるからね。闘技場跡地になってる。これ余裕だろ。1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8! え？最近さ、なんかおじさん化してきてんのかわかんないけど、なんか地面との距離が遠く感じるんだよね。なんなんだろうこれ。 OK。 んで、どれをお前に叩き込んでやろうか。回転系がいいよな。特等隊長ブレードか。なんかラッシュ攻撃強いみたいなのあるけど、あれだな、ここぞとばかりに軽く出すのがやっぱゾナニウムじゃなくてゾーラ族の武器じゃないと無理だな。あ、やらけやらけ。キンググリオークが異常にいかなかったんだ。相手にならねえな。モーニング倒れてんじゃん。で、あ、そう、ギブドの骨、これ威力40上がるけど、これ弓矢につけるといいらしい。すぐ壊れちゃうから。いやー、ちょっと待って。オッケー、完璧なエイムだったな。なんだ、グリーオークもキング以外はもう余裕かこれ。はい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 。雷のやつ初めて見るな。あ、初めてじゃねえか、上昇気流のやつか。キングで見たわ。あれ、なんかもう頭2個瀕死だけど、これなんでな、これ落とせないかな。いや、いいか、さすがにもったいないか。大技待とう。てか、あれなんだ、こいつがいるところって絶対雷になるんだ。右下の天気予報のところがあれだもん、あれになってる、全部雷になってる。で、これで渡りつつ、雷を避けつつ、蛇行しながらで、ここまで来たらもう十分と。あら、当たんない。なんでこれスローモーションなのにさ、このおじきすんのこいつ。ああ、死んじゃったかな。まだか。オッケー、すごい、もう一回でパパーっと勝てる。さすがに慣れたね。4匹目だもんね、グリオーク族もね。うわ、ジェンガじゃん、ジェンガだ、おもしれ。あー、はい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 、電気を届けろと。この鉄のボール届けろってことだな。で、宝箱が一つあり、まずここ行けるな。で、忘れないうちに宝箱から取るか。これ登れるってことだろ、きっと。あ、登れなくてもここでいいのか。ゾナニウムの弓、もう魔王の弓がいらないか。で、ジェンガってことはだ、これはね、戻しにも使えると思ったけど、あれか、鉄が欲しいんだよな。全然届かないか。届くか、1個で届いたらそれはそれでだよ。さすがに届かない。でもこれもうあれだぞ、普通になんか鉄の武器落としたらもう終わる気がする。あれ？ギリギリかね。あー、オーマイガーイズ、いっとるやん、いっとりますやん。まあ、このゴリオス戦法はやめろってことだな。あれ、宝箱ある。ん、どうやって取るんだ。
むずない？ここでしょ？あれ？なんか来ない宝箱が。重いのか？え？入れるかは俺自身がジェンガに。いやーん！まあ、宝箱うんぬんじゃなくて、まずジェンガを終わらせよう。この台を動かして取るんじゃないか。あれ、オッケーオッケーオッケー。これで宝箱を取りに行くと、あれそういう動きしかできないの。ん？これじゃねえ、弾は取れても宝箱は取れないな。とりあえず弾は回収。あー、上から崩してく戦法、もしかしてこうやってこうだろ。なんで荒々しい取り方なんだこれ。届くかな。あー、届いた届いた。ちょっといいもん欲しいけどな。まあ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 。ダイヤモンド4個、火打ち石10個、ギルドのナイフとギルドの盾。来た、これであれだわ、4英傑の武器作ってもらえるわ。さあ行こうか、初めての4英傑武器だ。ウルボザの片手と片手って盾だね。へえ、なかなか重いけどな、材料よほど強くないと。30ぐらいはないとおかしいよな。いや、35はないとおかしい。まあ28、まあ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 。だってあれだもんね、あのティアキンの世界観って、普通の武器ってもうほんと王家の両手剣ですら12とかだから、ノーリスク28はやばいね。48。ああ、私がこれを作ったのはあなたで2人目、そしてもう1人はルージュ様よ。ルージュもダイヤモンド4つ集めたが、でもあいつ双剣だから盾必要ねえじゃん。私の祖先はかつてこの地を滑った英傑様にもお作りしていたそうよ。ウルボザのことだな。まあそのぐらいすごいものだってことだから、大事にしてくれると嬉しいわ。でも使ってもらってこその武具、もし壊したりなくしたりしても材料さえあれば何度だって作り直してあげるから、たくさん使ってもらえると嬉しいわ。でも何もなくたって、いつだって顔を見せに来てくれていいのよ。いやもう惚れてるじゃん。え？しかもゲルドのナイフの効果受け継いでる。操作攻撃力を強化って書いてあるよ。待て待て待て、これ素の攻撃力100超えるぞ多分。なんか強いのつけてみよう。白銀ボスボコブリンの角、これつけてみようか。うわ、102だ。ダイヤの頭飾り、攻撃力アップ、すごい。頭装備で攻撃力アップ、まだ持ってねえんだよ。ただ2400円か。なるほど、まあ買いでしょう。なんだ、ゲルド族はいいもの作んな。うわー、泳ぎスピードアップ、なんでこんな有能なものしか作れないんだ。あ、ちょっと700円なら買いだな。ついに胴体、頭、足、攻撃力アップ3種の神器が揃った。そこから繰り出される攻撃力100。これも負けんよ。これまた面白い祠だな。今日面白い祠多いぞ。はい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 。もう勝手に出発してるやん。これじゃそこのカーブは曲がれないと。だからこのコアッパたちが必要になってくるわけだな。まあ、今の感じだとコアッパを1個ここにつけるだけでね、いけそうな気するけど。ゼルダ号発進。
あ、だ俺の立ち位置も重要か、もしかしてこの辺にいる。あ、全然ダメだ、それ無理か。これでどうだろう、両方につけるシステム。でも全然ダメじゃん。じゃあ今度はこの左だけ重いシステム、左だけ重い、左だけ重いよ。じゃあ今度はこれでどうだ、さらに左だけ重いシステム、重いよ、左は重すぎー。わかった、こうだ。俺はね、重心を傾けることしか考えてなかった。これでどんなにありがっても落ちなくなるんだ。いやー面白い、この方向はちょっと面白いな、今日一来たな。ブレないよ、ブレないよ、はい、ブレない、ブレない。ブレワイト、なるほどなるほど。次が一番難しい感じかな。やばくね、なんかもうジェットコースターみたいになってるけど、これは、はいはいはい、ロケットとかはないんだ。単純にレールが途中で切れちゃってるのが気になるんだけど、どういうこと。いやこれごめんなんだけど、これ一回でいける自信あるわ。え、まずこの長い板2m37cm からの、ここ下のレールにはまるように板をつける。これは2セット。本当に期待にそぐえなくて申し訳ない。これ一発クリアです。で、さらに押し上げるために真ん中で端っこがね、ちょっと難しいところなんだけど、俺斜めにつけた方がこれね安定すると思うんだよね。真後ろ真後ろ真後ろだとなんかどっからずれちゃうと思う。こう、いやこれ完璧だわ、多分いける。発進、まあ、これ単純にね、距離が足りなかったと見た。速度、あれなんかバランスおかしい、なんだ。ちょっとメンテナンスしたんだけど分かんなかったから一旦これでいこう。あー整ったね、ちょっとずれてたかな。で問題ここなんだけど、これずれない、ずれない、ずれないよ。でここ、で、さらに、あーマジか、いや、なるほど、まあ、いい線いってるよ。まあまあまあ、科学はいつだってトライアンドエラー。ライト兄弟もそう言ってました。ライト兄弟もこうやって飛行機を作りました。真ん中に1枚板を入れたわ。そうすることによってここで入っていくはず、板に。ほらね、そしたらまた推進力だけできるから。おお、でこのレールを回ると思うじゃん。その考えがマジで二流。一流はもう時間短縮、こうやっていく。ちょっとこの湖おかしくないですか、これ。ここだけ変ですよ、入ってくれってことですか、これ。失礼しますー、ボー、この川深い。なるほど、ハイリア湖の大渦巻き洞窟、光持ってくるパターンだ。いやいや、もう天空なんですけど、これね、空の上から入れろってこと？これは何ドラだ？また電気か？いつも俺電気じゃねえかよ。まず、
角ゲットで、なんかあれらしいぞ、背中から取れる岩みたいのはなんか何個も取れるんだって。別枠らしい、この一個のやつとは。なんかもうこれ赤じゃないのこいつの。そう思うとすごい汚く感じてきたわ。あった、これだ。ん？もうここから投げ込めってこと？これ、本当に入る？頼みますよー。いや、俺もついていくか。全然なんか違うとこ行ってるけど、大丈夫かこれ、吸い込まれる？おぉ？行ったっぽいか。わあ、ついてるついてる、すごい。おもれえなこのゲーム、ほんとに。ただまあちょっと簡単すぎるかもな。これじゃ報酬はあんま期待できないかも。あー、7点。これ何これ、雷の中にさ、空島があんだわ。これちょっとあれか、鉄装備全部外していけようってことか。とりあえずラバースーツとか、ナボリスとか、エレキガードつけてっか。ほんとに、何も見えねえ。あ、入ったら見えた。心あるね。なんかギミック特系かな、これ。竜頭島だって。うわ、これはすごい。雨で前が見えません。これ明かりどうにかなる。いや、置いても、じゃあ落ちたのか今。いやー、ダメだ、意味ねえわ。クーラん、なんかここちょっと変じゃない。あー、来た来た。なに、ここだけっていうのもなんか変だけどな、こんだけあって。ダイヤモンド、なにこれ。あ、ゾナーだ。うわ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 、来た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 。超重要じゃん。足りるか HP。 今いくつだろうこれ。2、4、6、8、12。あ、全然いけるじゃん。え、いけるよねこれ。あ、いった。9個ぐらいでいけたわ。これなんだ、このレベルじゃもう宝箱じゃ済まないレベルだと思うんだけど。あ、ゴーレムだ。一体何が始まるんです。仮面のゴーレム？あー、なるほど、そこに行けってことか。リンク、ゼルダを守りし騎士よ。誰？どうかそれを光の指し示す先へ。あ、これを持ってくんだ。え、メインチャレンジなんだけど。メインチャレンジってお前ストーリーやんけこれ。なんだ急に。え、なんかもうめちゃめちゃ暗いんですけど。なんで昼なのにこ、あ、夜かも。おお。どこの誰かわからんが、任務完了だ。あれ、この像って秘宝の近くにあった像じゃん。
発見、ビュトゥオダニの深穴。はあ、すさまじい技術だなこれ。していくのか。はい、それで、それ作らせてよ、これめっちゃいいな。リンク、ゼルダを守りし騎士よ、早く、一刻も早く、私たちは出会わなければなりません。あ、これあれか、あのラウルの姉ちゃんか、これ。うわー、神殿だ。神殿じゃないか、細すぎるか。ゴーレム製造棒。あ、ゴーレムだ。あー、なるほど、4パーツ持ってこいとか、そういうことね、これね。あれあれあれ、どうした。ゴーレム製造棒へようこそいらっしゃいました。お客様をお迎えするのはいつ以来でしょうか。はい、このゴーレム製造棒では蔵より届けられた部品を組み立て、工作ゴーレムを製造しています。そして製造された完成品を竜頭島へと送っているのです。私はこの部屋で蔵から部品が送られることを確認し、正しく組み立てが行われるよう作業の管理をしています。しかし現在は全ての作業工程を休止しています。なぜなら蔵から部品が送られてこないからです。私は部品がいつ送られてきてもいいようにここで待機し続けているのです。え、お前何百年待機してんの。おお、強い。こっちはいらんな。右足の蔵、なるほど、一つ一つがダンジョン系になってんだ。全然見えねえ。つけるのか。あれあれあれ、まだ進めらんない感じかなこれ、もしかして。だって起動しないんだもん。あ、それか、何かあれかな、ちゃんと進めれば今ので作られる的なやつ。電力不足系統じゃないのこれ。うーん、初めて見るな、これ何だこれ。ぐーって動いてそこまで行くみたいな感じか。でもやっぱこれ電力が通ってないから動かないじゃんこれ。動く、動かねえわこれ。まだ来れないとこと見たよ、全くあれと一緒じゃん。チューリーの時もさ、チューリー連れてこずにさ来ちゃって、起動しなくてずーっと探索してんのに何にも進まなかった。全くあれと一緒。え、なんかこいつ頭のさ角えぐくない、白いやつ。かっけえ、カマになってるんだ。おい、てめえずる、こいつら許せねえよこれ、水中からって。これも仲間に入れてくれや。出てこい、地上に、人間のクズめ。勝手な、しかも。あの、強いのやめて。ちょっとあのさ、君さ、誉れはどうした、モンスターの誉れは。
とんでもねえなこいつ。はい、もう怒りました。あなたがそういう感じなら、じゃあ僕にもいろいろ考えはありますよね。え、さてまた水中に逃げんか。お前、お前の人生いつもそう。お前のトカゲ人生、ほら、また水中に行くんですか。あなた泣いてるよお前。王家のさ槍も持ってんのに宝の持ち腐れなんじゃ。お前にはくそまれ34だって。煙だけこっちだ。強い、煙だけグー有能だ。よいしょ。しかも長っ、煙だけ鬼長いぞ。ここだ。わははは、冬打ち攻撃力8倍だからね、ブレワイと同じなのであれば。煙だけ、いや強っ、特等やば、残像だよ。残像だ、残像だぞ、全部残像だ。硬いよ特等。妥協なしでいくか。54、水飲み、それ残像だよ。残像強すぎ、煙だけ最強だろ。え、ドンゴ、あ、変えるんだ。はあ、極の白馬、馬の神、ああ、西の馬神子。おお、なんか普通に可愛いぞ。一応叩いてみよう。おお、なるほど。あれ？ダイヤモンドとかあるよ。はあ、もうこの辺りは急な雨が多くて嫌になっちゃうわ。でもなんだかドンゴたちは気持ちよさそう。おう、あら、あなたよくここまで来られたわね。ここはゼルダ様が発見された新種の生物ドンゴの保護区よ。ドンゴはまだ世界で5頭しか見つかってない。切りかかっちゃったよ。見た目はちょっと怖いけど意外と性格はおとなしいから大丈夫。姫様もドンゴの生態観察のためにお出かけの際はよくお供に連れて行ったわ。それくらい温厚で人懐っこい生き物なのよ。そういえば巷でゼルダ様が怪物に乗ってたとかそんな噂があるって聞いたんだけど、多分それこの子たちのことだと思うわ。噂の尾ひれって怖いわよね。こんな可愛い子たちが怪物だなんて。おーい、おーい、エボー。え、ん、これあれかよ、ペーンのクエかよ。ああ、馬宿り聞き取り調査をしていたところでちょうどお前の姿を見かけてな。何やら珍妙な生物がいるようだが相棒もここで取材を。何？こいつが例のゼルダ様が乗ってた怪物だって？なるほど、怪物ではなくドンゴという新種の生物だったというわけか。そしてそのドンゴの研究をしていたのがゼルダ様だった。しかし噂とは怖いものだな。鋭い牙や山のような巨体って話は全ておひれだったってわけだろ。俺たち記者も間違った記事を書かないようにしないとな。相棒お手柄だ。あ、これでおひれなの？おお、装備はくれないか。サラバード、ところであのこれもらっていい？あ、その宝石は持っていっちゃダメよ。それはドンゴの生態を解明する上で手がかりになる大事なものなのよ。どういうこと？理由を話すとちょっと長くなるんだけど、ある時ね、たまたま拾ってきた夜行石をポロッと落としてしまったの。そしたらドンゴがドスドス近づいてきてパクッ食べちゃったのよ、夜行石を。何にも食べない子だったのに、よりによって夜行石って驚いたんだけど、しばらくしたらドンゴがいた場所になんと宝石が転がっていたの。そう、それがそこに置いてある宝石ってわけ。どこから現れたのかは謎だけど、夜行石を食べたことと無関係ではないと思うの。
謎多きドンゴの生態の貴重な手がかりだから、それは触らずにそっとしておいてね。おい、まさかこいつ夜光石食ったら、うんこでダイヤモンドとか産むとか、そういうこと？おい、今日は大盤振る舞いだ。持ってけ！あ、来た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 。こいつガチャなんじゃない？食った。多分なんだけど、ランダムで出てくるんだよ。だからダイヤはまあ 5% ぐらいみたいな、そういうものだと見たね。5個食べさせたんだけど、何も起こらずだね。ちょっと一晩寝てみるか。さあ、これであったら結構革命的だけど。いや、ないな。5個じゃ足りなかったのか、それとも、なんかほんと3分ぐらい辛抱して待たなきゃいけなかったのか。ちょっとわからんな。これ誰か教えてくれ。馬神橋。馬神号ついたけど、あー、二人組ってそこか。なかなかいい馬使ってんな。青年よ、もしかして馬の神を探しに来たのか。いやいや、そうじゃないさ。表情から察するに、巨悪の悪魔を探しに来た。そうだろう。馬の神から聞いとくか。この地には不思議な馬の神がいる。そんな言い伝えが残っているのだ。何でも死んでしまったものを生き返らせててくれる神らしい。ああ、これあれ、ブレワルルからいたよね。荒唐無稽な話だと笑うこともできるが、本当にそのような神がいるのなら、古代の馬の生態調査が可能になるはず。そう考えるとな、エストラごとにも思える馬の神をついつい探してしまう自分がいるのだよ。ただいつどころか神の姿が消えたとも聞いた。この辺りにはもう馬の神はいないのかもしれないな。風の噂では遠く離れたアッカレ地方にも馬の神の話が伝わってるらしい。なるほど、アッカレ地方か。この巨体の白馬、この谷の奥にいる。他の馬たちよりもはるかに大きな体で、しかも白馬、極めつかに珍しい希少馬さ。きっと最新の研究でいうところの突然変異ってやつだと思う。僕たちは野生動物の生態調査をしているものでね、これほど貴重な馬ならぜひとも捕まえてその生態や特性の調査を生かしたいんだ。だけど見た目通りに力が強くてね、どんなに頑張っても手なずけられずに逃げられてしまうんだ。極の白馬か。もちろん調査の重要性は分かっているが、馬の神についても情報を集めたいところだな。オッケーオッケー。この谷の先だね。かっけー。しゃがんでいけばいけるか。今日からお前は俺の馬だ。よっ、これでなだめる。レンタカー、どう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 。でもレン、あ、はい、ゲット。なんか何が違うかよくわかんないこいつ。早いか。早くはあるんだろうな、でかいし。お、行ったかな、登録。丈夫さ5、スピード2、頑張りゼロ、引っ張りゼロ。はあ、これ微妙じゃないか、こいつでかいだけじゃねえ。金髪に白い肌、まるで王子様を連想させるかのようなこの曲、プリンスと名付けさせていただきます。おーい、簡単に捕まえられたよー。おお、その馬はもしかして、ま、間違いない。僕たちが探し求めていた極の白馬だ。間近で見ると大きさに圧倒されて、なんというか、つまり言葉が見つからないな。一つ確かなのは、驚くべき突然変異の結果だということ。おお、これほどの馬捕まえまいるのも乗りこなすのも大変だろう。青年よ、何時は大したものだな。だが私が探し求める馬の神についてはまだ見つかっていない。もし何か分かったら教えてもらえるとありがたい。でかっ。普通の馬と比べるとでかさ分かるね。